空也の部屋でごわす。先日は巣鴨獅子王ですね、台風が近づく中いろいろ悪天候ではあったんですけれども、お越しいただいた皆様本当にありがとうございましたでごわす。なんか少しずつごわすだったり空也の部屋見てるという声をちらほらいただけて、誠にはい、本当に嬉しい限りでごわす。細々ながらこっちもやっていくので、見ていただける皆様に楽しんでもらえるようにこれからも頑張るでごわす。ということで、そのライブの時にも告知してあるんですけれども、急遽ライブがアズデルさんという私以外の3人なんですけれども追加されておりまして、日にちが近いんですけれども9月の16日厚木サンダースネークで、70年代から90年代のハードロックの曲をカバーするそのセッションイベントがあるそうなんですけれども、そちらのセッションの方にアズデルからは私以外の、ボーカルミヤビ、ベースのユリちゃん、ドラムのマヨちゃんが参加するので、ぜひぜひご都合よろしい方サンダースネーク集合してくださいでごわす。絶対楽しい。だってそんなハードロックセッションなんて絶対楽しいに決まってる。どうして私は出れないんだ。いや、しょうがなかったんだ、私がいけない。はい、ということでね、これからもいろいろ情報ツイッターでもブログでも、またこうやってカメラ回せる機会があったら空也の部屋でも情報を流していきますので、ぜひぜひ皆様チェックしてくださいでごわす。それが超面白い。じゃあタイトルコールごわす。あとゴー巣鴨獅子王ライブ終わります。スーツ面白いよ。スーツスーツいかがでしたか。大変でした。スピカートリッキーバージョンお楽しみいただけましたでしょうか。そう、トリッキーだった。トリッキーだった。マジでトリッキーなことしてんなって思った。そう、私も後ろ向いてアハって笑ってた。トリッキーすぎてね。そう今日しか聞けないバージョン。そうだね、今日しか聞けない。かっこよかった。あれはすごかった、うん、達人だった。天才やったね。いや疲れたね。久しぶりのライブいかがでしたでしょうか。疲れたね。あ、やった。何鳴らすのはマイブーム。じゃあジュース気をつけなさい。はい、ということで次は栄祭り、9月17の栄祭りなんですけれども、今日告知した通り9月の16日に厚木サンダースネークで私以外のこの3人がセッションで急遽参加することになりましたので、皆様ちょっと急なお知らせなんですけれども、なんか遊びに行ってあげてくださいませ。待ってます。絶対みんな知ってる曲やるの。絶対楽しいと思う。私セッション初めて。嘘でしょ。というわけでこれからもよろしくでごわす。よろしくです。17日から6月の大阪主催の DVD を発売します。はい、なんで、なんとその映像が大人の事情、いや、まあ物理的なまあいろいろね、うん、まあ、ハンディの充電が切れてしまっててアンコールが収録できてなかったっていうね。そう、でもそのアンコールも見てほしいから、とりあえず本編の方は DVD 化して売って、特典として固定カメラのアンコールの2曲を、はい、ウーマンズパワーの透明版、はい、で配布いたします。みんな予約してね。絶対来てね。うん。